プロパガンダ、洗練された技術で人々を説得する。感情と理性をわしづかみしコントロールする。サンタブランカはやり方を知ってる。起こる出来事だけじゃ不十分、物語全てをコントロールしないといけない。エル・カルデナル、サンタ・ムエルテの信奉者よ。人々を操る時、神が味方についているのは強みね。彼の場合は創神の鬼女、純白の修道女、死の聖人、サンタ・ムエルテよ。だって正直なところ、神様だってやってくれないことがあるでしょ。エル・カルデナルはラジオやテレビに出演してイベントやコンサートに出てくる。エルス・エーニは賄賂と恐怖で人々を支配してるけど、エル・カルデナルはもっと強力なもので支配してる。魂よ、永遠の地獄なんてごめんでしょ。ええ、でも幸運なことにサンタブランカカルテルを支援しさえすれば救われるのよ。公と個人の天秤の反対側にいるのが麻薬ブロガーのラモン・フェリス。穏やかな風貌に騙されないで。こいつは SB のソーシャルメディア担当。悲しい話ね、このフェリスはかつては熱心なジャーナリストで、カルテルがイカれた反社会組織だってことを暴き出そうとしてた。でも洗脳され、今じゃ命がけで SB のプロパガンダを作り続けてるわ。ブログや映像コンテンツ、 SNS、 エル・カルデナルがダメでもフェリスにはまる。やつらの思うツボ、この二人はプロパガンダ製造機の光と影なの。神聖なものと世俗的なもの、公と個人、感情と理性。司祭というのは話好きしかいない。しかし言うは易しだ。エル・カルデナルはそれが真理だと分かっていた。かろうじて生をつなぐ者たちを何とかしたかった。救いの手が差し伸べられるのなら誰の手でもよかった。だが彼が悪魔と取引していると考える者もいた。彼は破門された。家族、友人、全てを失った。私と出会った時、彼は失意の底にいた。真の信仰のため彼をサンタブランカに招いた。我々は生を受けた時から死と共にある。生以上に彼女を、死を愛さなければならない。神聖なる死の祝福が、闇の女神が病から解放してくれる。悪からもな。彼女に全てを捧げるか。私は彼の手で洗礼を受け、彼は私の相談役、両親となった。そう、心から信頼する唯一の人間になった。両親を持つのは危険だ。心ある者にとっては特に。ラモン・フェリスは自分を許せなかった。そして自らの命を絶とうとした。その時、我々に協力していたにもかかわらず、奴にまだネタを持ってくる情報源が一つだけあった。タレコミ屋だ。もちろんそのことは筒抜けだった。キー操作まで監視していたからだ。気の毒だ。ラモンが自分の運命を知っていたなら、命を絶っていただろうに。イメージは地に落ちた。夢は崩れ去った。教会は死につつあった。多くの部下が去った。農民は堂々と私を抽象するようになった。私を憎む者は、全ては私が自尊心を満たすためにしたことだという。傍病もウェブサイトも聖書も、
だがもし誰もが私の夢を見ることができたら理解してくれただろう。全ては人々のためだったのだと。より良い人生を夢見て映画を極めることを思い描かせるためだったのだと。人々がサンタブランカに映画をもたらし、サンタブランカが人々に映画をもたらす。だが幕の裏側を覗き見れば、手品はただの煙と鏡だと分かってしまう。そしてかつて渇望した栄光もただの虚像と化す。恥を知れ。世界中がお前を非難している。ラモンの記事を誰かが漏らした。証拠はないが痛手となった。助けてくれないか。もう手遅れだ。私にできることは何もない。いいか、よく聞け。俺が子供に手を出すと思うか。はした金のために人生を棒に振ると、本気でそう思うのか。いや、そうは思わない。よし、ならミサを開け。ボリビア中の有力者を招いて、この作り話から私を守れ。サンタ・ムエルテに誓って、奴らの話がデタラメだと言え。お前は来ないのか。ああ、まだ仕事が残っている。お許しを。私は罪を犯しました。その魂に宿した秘密を告白なさい。お許しを。私は罪を犯しました。恐れられるだけでいいと思っていました。しかしそれは間違いだった。勝利には愛が必要なのです。自分が愛されないのはなぜか。それは他者を愛さなかったからだ。愛されたければ愛しなさい。ありがとうございます。母の日も、そして子供の日にも医療を提供するのがいいだろう。教育もな。人々に全てを与えなさい。彼らは家族だ。聖書にはこう綴られている。人を知りたくばその行いを見よ。ラモン・フェリス、ブロガー、ネットジャーナリスト。真実を伝えることだけを目的としていた。だが誰にとっての真実だ。奴は真実が一つだけだと勘違いしていた。しかし真実とは勝者が綴るものだ。来る日も来る日も奴はブログで私を中傷し続けた。当然手を打たねばならなかった。そこでハッカーを雇って奴を探させ、仕事を持ちかけた。私の真実を伝える方がためになると言い含めた。真実が奴を生かした。奴が望んでいたのは真実を伝えることだけ。そして身に余る真実を手にした。